今日密着ですか？全然いいですよ。自分の生活なんかで良ければ、テレビで使ってください。今ちょうど筋トレ企画中なんで、その全容を多くの方々に発信できたらなって思います。はい、今日も最高の集中します。ゲピー、イキキのキー、はいはいはい。そうですね、二度寝しちゃって。あれ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 、ゆかり？なんで泣くないウォボ？完全に出来心ですね。あ、これですか。これ本読んでて大事だなと思ったことはもう全部メモしてます。やっぱ読むだけじゃダメなんですよ、本って。勉強と一緒で書いて覚える。実際本読んで大事だなと思ったことを行動に移せないと意味ないんで。体重53.3キロ、体脂肪率14.7%。体重結構増えてきましたね。てれてててるはっはっ、みかん、ゆずちち、レッツゴー。朝食作りやす。オートミール。結構が。豆乳を投入と。回り回ってさ、今、重なり合った未来、サバイバー。はい、明治のチョコレート。ありったけのバナナ、かき集め。この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。はい、初手ベーコンエッグですね。日本ハムさん、いつもお世話になってます。あ、なんで朝食が毎回一緒なのかって。朝の決断疲れをなくすためですね。そうですね、飽きないですね。今の筋トレ生活中の中では朝食が一番楽しみですね。あ、これですか。クレアチンですね。基本朝食後炭水化物を摂取した後に飲んでます。そうですね。いつもだったらこの時間神社にウォーキング行くんですけど、今ちょうど雨降ってきてて、今日休憩って感じですね。そうですね。でもここ最近天気悪いんで、早く梅雨明けてほしいって感じですね。昨日は最高の一日になりました。ありがとうございます。今日も最高の一日にします。自分が今生きてるってことに感謝しつつ、神様に報告と誓いですね。他にも黄緑とか紫とかいろいろ色あったんですけど、ドラゴンボールすごい好きで、そのドラゴンボールに出てくるキャラクターにドドリアっているんですけど、それにちょっと似てたんで。自分は咲かないっすね。咲く時間もったいないんで。そうですね、これからジムですね。10キロぐらい離れてるんで、正直行くまでは面倒くさいんですけど、行っちゃえばって感じですね。聞かせるの難しいんですよね。やばい、警察いる。あ、これっすか。昼食作成っすね。基本もう最近は鶏胸肉茹でて、もう鶏胸肉と野菜しか食ってないですね、筋トレ企画中は。こっち目玉焼きですね。この世の全ての食材に感謝を込めていただきます。正直辛いですね。でもこれぐらいやんないと結果が出ないと思うんで。やっぱ筋トレで一番大切なのって食事だと思うんですよ。で、多分トレーニングを続けることっていうよりも食事制限の方が全然難しいと思うんで、自分はそこに着目して今回は結果を出しに行きたいなって思ってます。残り4日間なんで、もう昼飯も最近ずっとこんな感じですね。茹でただけ。そうですね、やっぱラーメン食べたいですね。完食ですね。40分かかりました。そうですね、ここで一回昼寝挟みますね。やっぱ朝結構早いんで、ここから一旦休んで午後に向けてエネルギーチャージしていくって感じですね。あ、これですか。これもう最終日のサムネ考えてますね。サムネとタイトルも考え始めてますね。でも無難にビフォーアフター画像でいいと思うんですけど、タイトルどうするかですね。これうちのコロちゃんですね。仲すごいいいんで、ちゃんと言うことも聞いてくれるし、自分勝手な行動もしない。ここまでちゃんと私が教育してきたって感じですね。コロちゃん、ゆっくりスタートしようね。コロちゃん。コロちゃん。
2011年の7月6日金曜日ですね。ちょうど震災の年だったんでよく覚えてます。こんな感じで散歩終わった後は仲良く戯れてますね。コロちゃんおいで、無視しないで。コロちゃん、まあ、いつも寄ってくるんですけど今日ちょっとカメラあるんで緊張しちゃってるって感じですね。お犬業界の中じゃ結構テクニックがいる技になってくるんですけど、お手ですね。コロちゃん、お手。今噛みつこうとした。でこれが足伸ばしですね。あ、これですか。ゴミ捨てですね。ありがとうございます、お疲れ様です。まあ、最終日まで残り4日ということです。まあ、自分なりの力を出し切って、まあ、トレーニングの成果を出せたらいいなと思ってます。4月26日がちょうど30日目で、4月27日月曜日が私の完全体の状態、1ヶ月の成果という感じになると思います。まあ、最後まで気を抜かずにね、残り4日間乗り切りたいと思います。今日の朝食です。鮭です。昨日は最高の一日になりました。ありがとうございます。今日も最高の一日にします。もうこの1ヶ月間何回この裂けるチーズを裂かずに食べてきたことか。今日の昼食です。ほんと最近の楽しみが玄米に醤油をかけること。オイコスのいちご味を食べて夜は2等と3等です。今日の夕飯です。いやー美味しそうな鶏胸に。あ、今日の朝食です。今日はオフです。今日のお昼ご飯です。温泉から帰った後は鶏胸肉ですよね。今日の夕飯です。あら美味しそうなフライドチキン。はい、くっそ、もう一度溶きます。チャンネル登録よろしくお願いします。